え今日はですね、草むらにセクシーな本が落ちてる時代が懐かしいという、まあ、あの、自伝といっても、まあ、なんでしょうね、懐かしむ的な、昭和を懐かしむ的な話になると思うんですけども、まあ、あの、菅波のね、実家の前には踏切があったんですね。あの、実家はもうそこにはないんですけど、昔の実家の前に踏切があって、で、そこに草むらがあったんですよ。踏切の横にね。 そこによくこうセクシーなね本が捨てられてたんですねでまあそのセクシーな本も,もちろんね捨てちゃいけませんけどまあそのまずセクシーなそのエロ本と呼ばれるやつね懐かしいなとも感じますね今でまあ本本になってるそのねセクシーは本になってるセクシーっていうのは まあ、度合いは結構ピンキリあるんですよ。まあ、例えば、あのー、まあ、すごい、縛られてる人みたいなね。縛られてる人たちみたいな本ももちろんありますし、そういうやつは大概ちょっとちっちゃくて硬いなんか本なんですけど、ライトな、逆に言えば、すごいもう、ほぼ水着、水着姿みたいなやつもありましたね。まあ、だからあの、 なんでしょう。こう、習慣、ほにゃらら、マガジンみたいなやつの、まあ、関東とかにあるやつ、みたいなテイストの、こう、爽やかなやつもあったし、ね、そういう、なんつうんですかね、まあ、幅広く、そこには、あの、捨てられてましたね。セクシー系が。で、まあ、あのー、まあ、僕はね、中学生ぐらいの頃でしたかね、その草むらがあれだったのは。で、 まあやっぱり学校の帰り道に自分のルーティンとしては中学校から帰ってきて帰り道にそこの草むらをちらっと見て今日もあるなみたいなでも大体その時にまあ友人と帰ってきてたりとかねまあ他の帰り道の生徒が歩いていたりするんでそこでバッとね実行実行犯になるわけにはいかないのでまあそのまま知らん顔して家に帰って 次の日の朝ですね。もう本当に誰も目が覚めてない。夜が明けるか明けないかっていう時にこそこそ起きて。で、まあそっからパッとね、玄関を出て。下駄です。下駄です。下駄でも出て。で、福島なので冬とかはもう冬とか秋とかも霜がね、霜霜、霜が、霜の話だからもうごっちゃになってますけど、霜がね、 降りてて下駄でザク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 歩いて草むらに行ってねガサゴサガサゴサや,やったりしてましたねでもやっぱあの早朝っていうと誰もいないと思いきややっぱりばあちゃんが動き回る時,代時間っていうのもありますよね早朝ってばあちゃんが動き回る時間なんで,でうちのばあちゃんはあのうちが実家がなんか卸売りの魚の卸売りやってたんで朝早いんですよ その会社が始まるのが。で、うちのばあちゃんもそこを手伝いに元気のうちは行ってたんで、朝早くちょうど出くわしたりしてね、何やってんだよ、ゆうじゅんみたいな。いやっ、つって。運動してたみたいなね、嘘ついて。何の運動でしょうかっていうね。うん、そうですね、そんな、えー、懐かしい風景、中学生の頃の風景をなんか今思い出す。 思い出します、ね、その実家も今ない,ないんですよね。なくなっちゃったのでうんでその線路沿いにまあその草むらはねあのい,ついつしか草むらなくなって駐車場になってだけどずっとあったのがあのお地蔵さんですね。でなんか結構手合わせたりしてたななんか事あるごとに結構あのなんかわかんないですけど。 その線路沿いのとこでなんか車が線路に落っこったりとかいろいろ事故あってまあそういうので建てられたんでしょうねその,あのお地蔵さんはねでやっぱこうお供え物とかあってま,あまさかねエロ本がお供えされるとは思ってなかったと思うんですけどもまあその草むらもなくなってっていうなんかこう移り変わりっていうかねまあ全部綺麗になって 行くんだなというそれは別にね俺はそこまでその執着がある方でもないので全然センチメンタルになるほどでもないですけどなんとなくねやっぱ懐かしく思いますよ思い出すとうん。でまあだから今度ね帰った時にはちょっとこうお地蔵さんに挨拶に行こうかな的なのはちょっとあるかなうんそんななんでしょうね 昔をね、ちょっと振り返ったような話でした。ありがとうございました。